ごきげんようタコ、ボンドでしたね。今回、新しいサバイバルゲーム、アトラスやっていこうと思います。まあね、このゲーム、恐竜サバイバル、アークを作った、クリエイターが作ったゲームなようで、まあちょっとアークと似てる部分があるんだよね。そしてこのアトラス、テーマが海賊ということで、まあ、船を作って、島から島へと旅もできるんだよね。そこが楽しみの一つなんだけど、動物を捕まえてペットにすることもできるみたいなんでね、動物コンプリートもやれたらやろうと思います。それではやっていこう。来ましたね、早速。まあ、こういったサバイバルゲームといったらキャラクター作成、まあ、僕といったらね、これイケメン作らないとな。よし、まずはおお、これちょっとやばいな、しわくちゃになる感じなんだね。ちょっと英語で読めないからね、適当にまずは、こう変えてって。あ、これ太くなる感じか。一番イケメンになるようにやってこう。さ、完成しましたね。いいヘアスタイルが出来上がってるよ。まあ、ちょっともうちょっと、遠くから見るとこんな感じの、まあ、肉体的にね、作りました、今回。こんな感じでね。まあ、もっとこの筋肉を見せるパターンとかもあるんだよね。おう、これだね。これでちょっと肉体的になるけど。まあ、肉ついてた方がいいかな。筋肉じゃなくて、まあ、肉ついてた方がいいかな、今回は。マークだとね、ちょっと腹筋が出てるような感じの体なんだけど、まあ、今回はね、ただの肉でいこう。いやー、でもそれにしても、キモいキャラを作る天才かな、僕。お、始まった。なんだこの状況は。どういうことだ。おいおい、なんだこいつ。早速なんか殴ってくるんだけど。そしてなんだこれは。どうした、みんな死んでるんだけど。どういうことだこの状況は。そしてなんかすごいカクつくな。ちょっと待って、これやばいぞ。こいつ何もできないのか。なんでこんな人間が転がってるんだ?おい。殴れないね、でも。これで、アークと一緒で、体全体見渡せるね。いや、この肉体どうなってんだ?相変わらずすごい肉体的だな。よし、ちょっと、冒険出てみるか。おー、お、なんだ?さ、来たぞ。外の、なんだ?何これ?なんか戻されるんだけど。待て待て。とりあえずこっち行こう。お、プレイヤーがいるね。なんか引っかかってるね。まあ、一応これオンラインで PVE だから、攻撃はまあ当たらないよね。よし、まずはね、サバイバルの基本。草とか取ってね、木とかも削って、まあ、素材集めだね。まあ、最初は地味だけどね、やっていこう。よしよし、もうなんかいるぞ。なんだこれ。でかいぞ、イノシシみたいな。お、生き物も近くにいるんだね。襲ってきそうな感じはするんだけどね。お、やばい、殴っちゃったな。やるかも。よしよし。あ、なんか引っかかってるね。これはチャンスだぞ。倒せる。いけいけ。いいぞいいぞ。今のうちだ。やばい。攻撃してくれ。なんとか倒していこう。殴りでいけるか?意外と強いぞ、殴り。おお、倒したー。よっしゃー。初めての肉だ。よし。お、なんだ?あれ?なんか掴めた。おお、まあ、アークと一緒で、こういう動物を掴めるんだね。とりあえず肉剥ぎ取っとこうか。さあ、ここでようやく、道具も作れるようになったんで、早速このピッケルを作っていこう。よし、サバイバル生活が始まってきたぞ。これでね、まあ、石とかね、取って、もっといろいろ作れるようにしとこう。
よし、完成しないな、なかなか。あれ？持てないぞ？どうなってんだ、これ。おお、持てた、持てた。よし。さあ、こっから、石とかね、素材を集めていこう。いいぞ、いいぞ。後ろから見ても、素晴らしい肉体してるね。キモいダンスしてる場合じゃないな。まあ、ちょっとやっていこう。お、誰かいたね、今。まあ、ちょっとあれから1、2時ぐらい経って、ようやくこのサーバーが落ち着いてきたね。もう、カクつきはなくなった。よし、まあ、こんな感じでやっていこう。まずはとりあえず、食料集めだね。まあ、サバイバルの基本だけど。いたいた。鶏だね、早速。よいしょ、殴ってね、倒しておくか。いいぞ、チキンだね。よし、待て待て、一緒に遊ぼう。よし、じゃあ肉だぞ。さあ、剥ぎ取っとこう。いいぞ、いいぞ。これでもう食料には困らないね。お、なんか、顔が浮いてるね、海の上で。お、イノシシ。いい顔つきだね。ちょっとやっておくか。まあ、一応これ、斧で殴ってみると、ダメージが1とか、いや、2とか3しか入らないんだよね。ただ殴ると、ダメージが12とか入ってるね。殴った方が強いっていうね。斧使うより。とにかく殴りまくって倒そう。よし、これで、イノシシ肉もゲット。よしよし。斧で剥ぎ取っとくか。まあ、これでだいぶ食料も集まってきたね。一応キャンプファイヤーも作ったからね。これで肉とかも焼いておきたいけど。まあ、あとはね、まあ、とにかく木とか集めて、いかだを作りたいんだよね。猿がいる。大丈夫か？何もしてこないね。これ仲間になったりできるかな？マークみたいにこの木の実をゼロに設置して、餌あげられるかやってみよう。どうだ？あ、無理か。どうやってペットにするんだろう。まあ、結構生き物いるんだけどね。こいつも無理だね。焚き火があったね。早速ちょっと肉焼いておくか。どれだ、肉。ちょ、これ、何も表示されないんだよね、名前とかが。これかな、肉。一応これをこっちに入れといて。木はこれだからこれでね。焼いてこう。向こうに誰かいるぞ。イカダだ。早いな、作るの。おー、なんか焼いてるね。大丈夫か？イカダ燃えないか？来たよー。おー。ヒゲ面だな。結構なヒゲ面だな。ちょっと何焼いてるんだろう。あ、ごめん、消しちゃった。燃やしとかないとね。うわ、結構肉とか焼いてるね。音、音で。大丈夫だよ。盗まないから大丈夫だよ。ちょっと肉回収してたね、今。お、椅子とかも。お、それと。おー。改めてわかるこの肉体の素晴らしさね。とんでもない形してるなぁ。あれ？待って、これどうやってで、降りるんだ？降りれないぞ。待て待て、どうすればいいんだ？どのボタンを押しても降りられない。どういうことだ、これは。いや、トラップだったな、これ、完全に。どういうことだ？うわ、はめられた。身動き取れないトラップにはまったんだけど。何やっても動けないな。何これ。あれ？固まったぞ、画面が。
どういうことだ？あれ？アイテムがなくなってる。さっき作った斧とかピッケルがなくなってるんだけど。こんな感じで始まった海賊サバイバル。なんとかね、次回までにはイカダ作れるようにしときたいね。あと動物とかもペットにしときたいけど、なんかペットにしたらプレイヤーに殺されそうだな。そこが心配だけどね。なんとか生き抜いていこう。そりゃコメント、グッド、チャンネル登録よろしく。